皆さんこんにちは。ツアープロコーチの谷正樹です。今回は、インパクトからまあスイングを考えていくっていうまあテーマに基づいての、アドレス、それからグリップの仕方、まあそこら辺のね、やり方というのを説明していきたいと思います。まず正しいインパクトを作っていくときに、このやっぱ前傾の姿勢というのは必ずできていないとダメなわけですね。例えばインパクトの時にアドレスよりも腰がこう前に出てしまったりだとか、で腰が前に出てしまうと手元もこう前に出てしまう、で手が前に出てしまうとヒール目、いわゆるネック側に当たってシャンクになったりだとか、あとはそれをちゃんと合わせようとしてこうトーダウンですね、クッとこうクラブヘッドを下げるような動作で、これはシャフトがこう傾きがすごくいろいろ出てってしまいますんで、どうしたって球がやっぱ曲がりやすくなってしまうわけです。で特にこうつま先、いわゆるこう手元が前に出る動作っていうのは、まあクラブがこうハンドアップの状態で当たってくるんで、まあ、ボールが勝手にこう右に行きやすくなったりだとかっていう、まあ、いろんな弊害も出てくるわけです。でそこで腰の位置をできるだけ前に出さないような意識にしていくっていうテーマの中で、例えばお尻に何かこうキャリーバッグみたいなのを当てて、それでこう練習していくのもいいと思います。例えばこういうふうにキャリーバッグを置いたり、あと壁でもいいですよね。壁にこうお尻を当てて、できるだけこのお尻がキャリーバッグに当たっているようなイメージにしていくだとか、動作の中で考えていくと結構キーポイントが右膝になってくると思います。右膝の動きというのは基本的にはアドレスのポイントよりもどちらかというと下がるような動き、右膝がダウンスイングの時にアドレスだったポジションよりも下がるような動き、でこれを下がることによって前傾の姿勢というのも非常にこうキープしやすくなってくるわけですね。これが例えば右膝が高い位置に行こうとするとお尻が上がってこう前に行きやすくなっちゃうわけです。そうすると前傾が取れなくなってくるんで、正しいインパクトというのは迎えづらくなってくるわけですね。つまり右膝の動きを右下の方、下の方に下げながら左膝の方にの内側にイメージにこう寄せてくる感じですよね。そうすると前傾が取りやすくなってくるかなというふうに思います。で、その時に例えばインパクトの時の前傾の姿勢をキープしていく上で、アドレスというのはまず腰がこう落としてしまうと膝というのはやっぱり前に行きやすくなってしまいますんで、アドレスするときは基本的にはこの前傾の姿勢をキープさせやすくするために、股関節ですね、ちょっとお尻を後ろにちょっと突き出すような雰囲気にする、腰が落ちる動作というのは非常に、インパクトの時に合いづらくなっちゃいますから、お尻を突き出すような動作にする、後ろに。で、膝もあんまり曲げすぎてしまうと腰がやっぱこう落ちやすくなっちゃうんで、できるだけ膝もまあちょっとだけ曲げるような雰囲気ですねにしていただくと、そうするとダウンスイングの時に右膝がいい動きになりやすくなって、そして手元もアドレスの時と同じポジションでインパクトを迎えられると。だから結構アドレスがこう突っ立ったような構えだとか、こうすごくハンドダウンにしてしまったりだとか、アドレスの形がいまいちだとやっぱりインパクトもいまいちになりやすいわけですね。ですからまずはそのアドレスをしっかり とお尻をちょっと突き出すようなイメージにして、で前後の体重の配分もまあ五分五分ぐらいにしていただいて、左右も左右対称ですね、五分五分、50対50ぐらいにしていただくと。それからあと上下、上と下、下にぐっと力が入りすぎたり上にぐっと力が入りすぎたりしないようにして、スッとこう立っていただくような流れ、いわゆる全部が 50%50% ぐらいの左右対称、前後も対称なイメージで構えられると、インパクトというのは正しいインパクトをしやすくなってくると思います。なのでアドレス結構重要です。正しいアドレスが正しいインパクトを生むと言っても過言ではないと思います。ぜひね、このアドレスの作り方、皆さん、お手本にしていただければというふうに思います。正樹です。今日はですね、グリップの正しい作り方、左手がストロングで
右手がウィークとか左がウィークで右がストロングとか、このグリップのタイプは基本的にはゴルフは上手くなりません。グリップっていうのは上手さの象徴というか、グリップがパッと構えた時にかっこいいと基本的にはゴルフって上手い人が多い、もしくはこれから上手くなっていくだろうなと思える人です。ストロンググリップ、なんでこれがいいか推奨しているかと言いますと、